ダゴールダゴールは、ドイツのカメラメーカー、ゲリッツが製造していたカメラのレンズ、アナス・チグマード。設計者は、エミール・フォン・フ婦。フ。ピントが鋭くまた、内面反射が少なく、コントラストが高いため、このレンズで撮影した写真は一目でわかると、言われていた。2群6枚構成で、ゲリッツを代表する名レンズとして知られ、ジェームズ・エイ・シンクレアなど、 イギリス製カメラにも多数が取り付けられるなど同時代のライバルだったカールツイスのプロター以上に広く使用されていた。またイメージサークルが広いのが特徴で、普通キャビネーハンのカメラには 180mm から 210mm のレンズを装着するところ、165mm でも使用できた。古いハンドカメラから外したダゴール9 0ト、mm、ルを高価なアンデュロンに変えて、 スピードグラフィックに使用されたこともある。名称は、ドッペルアナスチグマートケルツの略である。当初、F7.7 であったが後に、F6.8 に代行形化された。プロターとの比較では、黄緑色に被るプロターより色再現が良く、カラー写真にも十分使用できる。後ろ玉だけでも使用できるがその場合の修差補正は、プロターに及ばず。 相当に絞り込まないと実用できない。ありがとうございます。